久保さん。借金返済おめでとうございます。まあ僕もね、企業当時はですね、借金返済しましたけど。結構僕はね、ちょび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 返してたんでね。あの、最後、最後は30万ぐらいですかね。最後は <laughs>。最後は30万ぐらいでバンって返しましたけど、ちょびちょび返しましたね。まあ、ちょびちょび。そう。だから結構ね、 利子を払ったと思いますかなり <laughs>。元本全然減らないですよね。あの14%とか、18%とかね。そう。マックス18%ぐらいだと思うんですけど、全然減らないです、元本そう。まあ僕もね、あの、自分のせ、自分も、なんだろうな。でもね、僕の場合は、借金返しながらしんどかったですけど、まあ、なんですかね。 まあ自,由自分の,あの生活も自由にやりたかったんで、自由に暮らしながら借金返済みたいなね。<laughs> そう、自由に暮らしながら借金返済みたいなやってたんで、まあ、ね、ドカンって返せても返,返さないみたいなね <laughs>、うん。まあまあまあ、まあでも返済はしたんでね。うんまあ、やっぱ楽っすよね。 楽、精神的に楽っすよね。やっぱ毎月のなんかその、ああ、今日返済日だ、みたいな。うん。なんそういうのはないので。うん。まあ、久保さんなんかね、家も買っちゃいましたから。うん。なんか、まあ、どう考えても、その、誰でもわかりやすい証拠ですよね。そう。この前ね、質問でね、あの、あの、 まあ、僕とか久保さんってそんなにまあなんかね他の YouTube で情報発信してるお金系の人とかはなんかもうなんか自己紹介でね、まあ、いくら稼ぎましたとかねなんかまあそういうふうに言ったりとかしてるじゃないですかでまああんま言わないじゃないですかだからあの本当に稼いでるんですかみたいなね年収とか貯金いくらあるんですかみたいに言われたんですけど <laughs> まあ言わないからね うん、でもねその、僕が行き着いたのは、あの売るってことですね、うん。要は、絶対的な事実ですよね。要は、証拠とか、例えばその証拠を出すとするじゃないですか。証拠を出してもそれ偽造してんじゃないかみたいなね。<laughs> いたちごっこみたいな。でもその、そういうふうに言ってる人は買わないかもしれないけども、まあ、その人に売ったとするならば、その人は僕にお金を払ったわけじゃないですか。 だからとにかく売ったあの僕から商品を買った人しか分からないってことですね僕が稼いでるか稼いでないか、うん。だから傍から見たら稼いでなくてよくいいんですよだけどその人が買えばもう,もう買ったっていう証明じゃないですか <laughs> そのだから究極は僕はもうあの売るってことですね 売れば、その人は僕にお金払ってるので、もう、揺るぎない証明ですよね。僕が稼いでるかどうか、貯金がいくらかどうか、置いといて、買いましたよね、っていう。<laughs> 買いましたよね、と。あとはもう一つは、僕が自由に生き、自由に発信し続けることですね。うん。僕が時間もない、お金もない、あの、収入が全然稼いでなかったら、こんな自由にやれないっすよ。<laughs> 一応7年目、突入してますので、 これ自由に発信し続けて、これが10年、20年続けば、いや、すみません、一応、あのー、自由にやってますけど、10年、20年みたいな。<laughs> まあ、あの、動画見てくださいみたいな。あの、ひサラリーマンでこんな動画撮れますみたいな。ど,どうですかね、サラリーマンであの、お金なくて実は働いてますって言って、こんな動画撮れると思いますみたいな。<laughs> 証明ですよね。多分物理的に難しいですよね。 サラリーマン8時間やって、何すかサービス残業とかも、まあ定時で上がれる会社はあれかもしれないですけど、まあ中小企業なんかはまあ上がれないですから。で、まあ移動、通勤時間とかでしょうん。で、休み土日、もしくは、あの、まあ、日曜休みとかね、週1休みとかもありますからね。で、ブラック企業とかに勤めたらもう本当に時間ないでしょ睡眠時間ほとんどないとかね。うーん。 だからまあ、証,証明、証拠を出すより証明する方が早いかなと。久保さんが言ってたのが、いや、家買えば分かりやすくねみたいなね。<laughs> 一軒家買いましたよって言ったら方が、なんかね、あの、分かりやすいっすよね。<laughs> やっぱフェラーリとかも分かりやすいっちゃ分かりやすいですけどね、うん。フェラーリとか分かりやすいっすね。車。うん。物の方が分かりやすいっすね。 でもその物も、物も分かりやすいんだけども、うん、まあ時にはね、まあ一部の人はその物もレンタルしてる場合もあるので、一概には言えないので、あれですけど、うん、まあ家はレンタル、ずっとその家に五年、その家でね、久保さんもその背景あんま変わんないですけど、さあ5年も10年もレンタルしてんのかみたいなね <laughs> うー。うん だまあしょ僕が行き着いたのは証明ですね。僕が自由で発信し続けることと、あとは売るってことですね。うん。しっかり売っていくっていう。この少ない再生数でもしっかり売ってる、う売るってことですね。とにかく。とにかく売るってことですね。だからこの前、新商品出してね、あの、その、3つ買ってくれたんですよ。新商品プラス、まあ、アップ、あのアップセルというかね。まあ、これもいいよみたいな。 で、これもいいよっていうのは、この新商品に合わせて、この二つも合わせて勉強すると、より深く学べますよみたいに関して、この二つちょっとつけたんですよ。で、見つかってくれた人がいて、で、まあ今僕ダウンロード販売してるんですけど、なんか二つはメール来たけど、一つメール来なかったんで、ちょっと確認お願いしますみたいなメールが来て、で、確認してまあメール送ったんですよ。そしたら、 今回売ってくれてありがとうございますみたいなね、言っていただいて。いや、こちらこそ買っていただきありがとうございますみたいな。<laughs> そう。まあ、一応売ってますからね。売ってなかった僕、もう、久保さんと違って僕はもう9割10割、まあ商品売って生計立ててるので、投資やってないんですよ、僕。うん。まあ遊びでね、ニーサ始めましたけどね。でもニーサニーサ s 今年からですからね。でもその、入れてるのも、 2万5000円の暮れか積み立てですからでも7%ぐらいは増えてますね今8%とか、まあ、2ヶ月3ヶ月の運用ですけどでもそれはニーサは積み立て n i は20年後なんで今どうのこうのじゃないですからうん銀行に入れとくよりまあ可能性あるなっていう話で、うん、だって銀行に2万5000円貯金しても、まあ、増える見込みないじゃないですか可能性ゼロですよね だから、クレッカー積み立てだと、一応、まあ、リスクはあるけど、もう、ポイントは一応もらえるんで、僕はまあ、その、そんな感じですかね。これからも、まあ、コンテンツを主軸にはやってきますけども、まあ、でも、投資もやりたいなとは思ってますね。FX も勉強しようかなとは思ってますけど、でも、コンテンツっすね。久保さんと違って、僕、本当にもう、ガチで、講義でね。 久保さん多分ホワイトボードでもセミナーするとかないじゃないですか。僕いまだにずっとセミナー、ホワイトボードで講義作ってますんで。うん、か久保さんは昔そのセミナーでこういろいろすげえやってたと思いますけどね。その、あそこの <laughs> 事務所にホワイトボードあって、で毎日お客さん来てセミナーするとかやってたと思いますけど。もうやってないですよね。ただ、あの、今は多分、 画面キャプチャーか、まあ、こういう動画なんじゃないですかね今、まあ、僕側歯集が入ってないんでわかんないですけど今はホワイトボードでなんかセミナー風にやるのど動画とかあるんですかね作ってます多分作ってないと思うんですけどね、うん、ちょっとね久保さんはやっぱもう隠居みたいになってるんでね FX でもね稼げるようになったし だからまあじ結構僕よりね僕より結構まあ時間じゃないかなと思いますんで逆を言うともう隠居して僕は本当になんかちょっと心にポカンと開いた部分もあるんじゃないかな,そな燃えるものっすよね燃えるもの最後人生でこう燃えるものっていうのがなんかちょっとないんじゃないかなとうんでも選挙出たら燃えるしかないっすよね <laughs> <laughs> うん、まあ一票入れますよ久保さんが出たらねうんうまあ逆に言うとその久保さんが本当あ本当に久保さん出たなみたいなでそしたら僕も一票入れるし政治にちょっと興味あの持つかもしれないですね僕は政治に興味も山本蘭さんの場合は政治に興味あるというか山本太郎さんのスピーチに興味あるんですよそのビジネス的に大衆を巻き込むスピーチ力ですね うん、あれは本当すごいと思います。あと、た、たスピーチ力と対応力ですね。だから、政治がどうのこうのじゃなくて、そこなんですよね。うん。そう。で、あとは、まあ、あの、精神力ですよね。どんなにやっぱ言われてもずっとやってるっていう、まあ、実際もう十何年や、あの、政治でやってるわけじゃないですか。だから、その精神力、メンタルの強さですよね。うん。だメンタルの強さ、 まあ行動力まあ実際の、まあ、証明ですよねずっとやってきたっていう証明だったりとか,、うん、だからそこはその見習うところだったり学ぶところがいあ,るありますのであの山本太郎さんは他の政治家に比べるとあのそその見習うとこすごいあるなっていうだってあんなにトーク上手い政治家あんまいなくないですかうん <laughs>、ね、前も言いましたけど「いや山本太郎さん話上手いんですよ」でそうやって洗脳するんですよみたいな。 いや、話上手くなかったらダメでしょ、みたいなね。<laughs> だって、みんな政治家で該当してるわけじゃないですか。そ話下手だったら聞こうとしないじゃないですか <laughs> で。話上手いと、いや、山本太郎さん、話が上手いから、洗脳するんすよ、みたいなね。<laughs> い話が上手くていいことやん、んみたいなね。 だって変わんないじゃないですか、昔から。街頭演説して。まあ今、今ちょっと変わってる部分があると、それは YouTube でその発信ができるってとこだったりとかね、ネットで発信できるっていうとこですけども、でも本質的なところは変わってないですよね。あの、自分のこういう、こういうことをやりたいっていうことを伝えて票をもらうっていう、この構造は変わってないわけじゃないですか、昔からずっと。うん。だけど話がうまいとね、そう安置するっていう。 なかなかまたこれもファンキーですよね。うん、はい。いってらっしゃい。